はい、皆様およっす。本日は久しぶりの岡田くん。今日も商品を売りまくるぞ。さあ、本日のゲストと商品はどんな感じかな？それでは早速スタートです。久しぶりに聞いたこのメロディー。はい、こんにちは。ゲスト登場。なんか変なの来ました。こんなはずでは。皆様、一応人類ですよ、カノロ。お、どうやら本日の商品はザイスのようだな。お方、バッチリアピールするのよ。ここは得意なお方くんです。絶対人間工学の意味わかってないけどな。お客様にも大反響。昨日はモロチン、見た目も大事。もちろんな。猫背は健康に悪影響ですからね。見た目からいいってお前商品見てねえだろ。生放送中に自撮りすんな。さあ、このザイス実際に使ってみましょう。お方が唯一苦手なのがここなんだよな。頼むから座って。こんやだ。あおお。これなら空中で使う時も安心の安定感ですね。お、さらに海底でも使えるようです。絶対地上以外で使うやついねえから。海底でザイスってどんな状況でも使わないな。いや、客喜ぶんかい。ここまでは素晴らしい出来です。購入者の感想、これも大事よ。ここは一日中座りっぱなしのプロゲーマーで間違いないだろう。まあその考え方は合ってるかも。腰が楽になったとか、いい感じの感想頼むぜ。猫背、見た目もかっこ悪いのだ。お、まさに望み通りの感想。これにはお方くんも大満足でしょう。いや、よくわからなかったんかーい。ロイキ様、どんなのを期待してたんだ。さあ、本日のサービス商品は？お、ミニテーブル、これならザイスと一緒に使えるしな。お前までヤバ見るな。うん、変人知ってます。気になるお値段は24,400円。切りました。セルフィーもこの驚き。もうこれ放送事故だろ。もう一度言いますが、彼女は地球人です。推し、ということで本日のパフォーマンスもなかなか。あとは気になる売上結果発表。いねえよ。注文の電話たくさんだぜ。うん、悪くない結果。男子、今絶対結果じゃなくて広告見てるだろ。それな。おっと、ここでお金持ちからの大量注文。どんなパーティーすんだよ。でもこれで売り上げ超絶アップ。もちろんご用意させていただくぜ。はい、ということで売り上げは過去最高の約3000万。大勝利。それでは、また次回お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。